神戸市といたしましては兵庫県と連携いたしまして神戸で開催ができるように取り組みを進めたいということで井戸城兵庫県知事と合意をいたしました。神戸は古来から中国との交易の窓口でありまして1868年の開港からは西洋の文化産業を取り入れ全国に発波及させる国際貿易として都市として我が国の近代化を牽引してきました。阪神・淡路大震災から来年で20年になりますが復興を遂げた神戸の姿を世界にアピールし各国から受けた多くの支援に対する感謝を発信したいと考えています。震災復興プロジェクトとしてスタートをいたしました神戸医療産業都市は270社以上の医療関連企業が集積する我が国最大の医療クラスターとして発展してきています。港町神戸はポートアイランド、ロックアイランドという新都市格の創造により海上文化都市という新たな町づくりのコンセプトを打ち出してきました。もともと歴史的にも神戸の町は世界に開かれた窓として費用を持ってきた町でそれで発展した町でありますのでサミットのような国際的な大イベントを開催するにふさわしい私から言うと十分有資格の社ではないかこのように考えています。その名称の話はねこれから相談すればいいんですが神戸マラソンでも兵庫神戸マラソンと言ってないのと同じように、アピール力を高め直接に本当理解してもらうという意味では神戸サミットって言った方が私は望ましいと思っています。市長が遠慮されたら困るので他の都市も名乗りを上げている、まあ、そういう中でやはり名乗りを上げる以上はやはりぜひ国によって選定されるということが非常に大事だというふうに思います。